淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。日経新春杯、今年は柔らかい冬の日差しが差し込んでいる京都競馬場、本当に全馬無事でゴールインしてもらいたいところであります。果たして何が行くのでありましょうか。ロードバンドールがシャニムに後続馬を離しました。パフォーマープロミスは2番手待機ガンホー、その外ベルーフ、ソウルインパクトがその後ろ1番プロイバタイ、サンタフェチーフ、ミッキーロケット、カラビナ、そのうち3番モンドインテロ、そしてその後ろからヒットザターゲット、それからドルークマクト、アクションスター、これがしんがりであります。流れるようにレースが展開されています。これが先頭、2番ロードバンドール、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。この辺りちょっと離れているパフォーマープロミス、外を通りましてベルーフ、内を通ってガンコー、そして外からは10番ソウルインパクト、それから1番サンタフェチーフ、そしていたいたミッキーロケットと和田であります。それからカラビナ、内を通りまして3番モンドインテロ、その外からは4番ヒットザターゲット、そして内からは5番ドルークマクト、一番後ろにアクションスターであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭を行く2番ロードバンドール、4馬身リード、ちょっと離れて7番パフォーマープロミスであります。前前での競馬ベルーフと川田騎手、それからもう一頭9番ガンコー、その外にソウルインパクト、そして6番手にサンタフェチーフであります。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは2番ロードバンドール、先頭横山とロードバンドール、外から何が来ているのか、ミッキーロケットかパフォーマープロミスがかわした。外から1頭モンドインテロ、モンドインテロが差を詰めてきた。緑の帽子ミッキーロケット先頭だ。ミッキーロケット1着日経新春杯、勝ったのは8番ミッキーロケットだ。この子は結構見込みがあるわね。1着8番、2着3番、3着7番以上のように確定しました。